僕はつまらない仕事をどんどん自動化すべきだっていうことをずっと前から言ってるんですけど、ほとんどできてないんですよみんな、うん、DX が多分ほとんどの事業者さんはとりあえず LINE アット入れてみるかぐらい、あ、そうなんですか、 LINE 公式アカウント入れてみるかぐらいな感じで終わってるところが多いんですよね。アプリ内アプリみたいなものが主流になりつつあるというか、日本っぽいの出てきたな。今日はですね、Lステップというサービスとのコラボ企画で、はい、Lステップのお二方もお呼びしております。自己紹介お願いします。Lステップ創業者のタグブです。よろしくお願いします。Lステップコンサルタントの中村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Lステップはですね、 LINE っていう身近なプラットフォームをこうビジネスにおいて最大活用していこうみたいなところが特徴になってます。結構前から周りで使ってる人たちが結構いる。あ、そうなんです。ああ、すごい否定材料で光栄です。ということなので、ちょっとあの詳しいお話ももう少し伺いつつ、ご意見とかを今日はちょっと忌憚なくいただければと思っておりますので、うん、はい、はい、よろしくお願いします。まあ、実際ちょっとね、どういうサービスかっていうことで、まあ、口で言ってもなかなか分かりづらいかなっていうこともあったので、うん、堀江さんがやってるビジネスの例でちょっと作ってきたので、はいはいはい、それちょっと見ていただいたらどうかなと。作らせていただきました。まあ、LINEの中にこうホームページみたいな形で、いろいろと地図だったりとか、ムービーとかが流れたりとか。そうですね、はい、するわけです、はい、こちらの音声の例で言ったら、初めて来店された方に、うん、例えばお礼のメッセージを例えば1日目に送って3日目にまた何かクーポン送ってみたいなことが全部こう自動化できたりとかしますね。いろいろやってますね。このまま使わせてもらいたい。具体的にはどんなことができるんですか？自動応答だったりとか、うん、そういうのもできるし、はい、要は世の中のトレンドとしてアプリそのものをそのインストールさせるのってめちゃくちゃハードル高くて、うん、まあ、ある程度資金力とか、うん、その広告宣伝力あるところはちゃんと普及させられると思うんですけど、うんうんうん、はい、やっぱその小規模事業者は多分そういったことがなかなか難しいですよね。実際のクリニックさんとかでアプリとか作ってオンライン診療してるところもあるんですけど、うん、まあ、実際使われなくなって 1% ぐらいしか使われてなかったんですけど、それをこう LINE に置き換えただけでそれが 18% までこう、うん、改善して約18倍ですね、うん、した例もありますし、やっぱこう LINE はみんなが使ってるのでやめられないっていう、まあ、メリットがやっぱありますね、やっぱり、はい、まあ、だからその、まあ、多分一番使われてるツールなんで、はい、まあ、結構幅広い層というか、うん、老若男女、はい、誰でも使ってるみたいなところもあるんで、うん、そうですね、まあ、実際、まあ、うん、そのね、世界でも WeChat とかその WhatsApp とか、うん、そういったものを使ったLINE、まあ、要はアプリ内アプリみたいなものが、まあ、主流になりつつあるというか、うん、そういった流れの中で、まあ、割と日本っぽいの出てきたなみたいな。ありがとうございます。結構なんかね、そう、ベタな感じが好きなんですよね。シュッとしてないっていうか、はい、ちょっと褒めてるのが悪口って。なんでそんなLステップさんそんなに普及したのかなっていうのは、はい、やり始めた時期が早かったとかっていうのもあるんですかね、うん、どうなんですか？それはあると思いますね。実際 LINE が API でやってもいいよって言ったもすぐ作り出した。あ、なるほど。で、まあ、当時ちょうど本当5年ぐらい前なんですけども、 LINE を使ってビジネスやれてる人の売り上げがものすごく上がりだしてた時なんですね。早くこうネットマーケティングとかやってる人はなんかメルマガからこう LINE でやってみようみたいなことをやりだしてた時期なんですけども、うん、でも LINE だとステップ配信ができない、うん、ステップメールみたいなことができないっていうことで、ステップメール懐かしいですね。、はい、まずそれをまず LINE でできるようにしようっていうところからスタートしたので、まあ、だから L ステップっていうんです。そうなんです。ああ、なるほど。ステップメールのあれか、はい、続きなんだ。そうなんです。そこ、なるほど。ありましたね、はい、懐かしいな。それをステップラインにして、じゃあそれをもっとセグメント分けてシナリオを組めるようにしたりとか、いろいろやっていくうちに今みたいにこういろんな高機能にこうなっていったっていう背景です、ね、なるほど、なるほど。なので結構そのマーケッターの方と一緒にこう作ってきた機能なので、結構実践的な機能が多くて、まあ、普及したのかなっていうのは。ああ、なるほど、なるほど、はい、そのステップメールとかやってた人たちがやってるから、これこんなことしたいんだけどできないの、あ、じゃあこうやったらできますよとか、 LINE だと顧客管理がちょっとできない、じゃあこういうふうにしてできるようにしていきましょうとかっていう形でやってるうちにあれしたのと、もう一つはこういうLステップコンサルタントっていう職業が新しくこう生まれた。まあ、セルフで作るのは結構できる人はできるんですけども、結構40代、50代、できない人の方が多いですよね。そうです、そうです、うん、
それをその L ステップコンサルタントの人が、はい、あのヘルプするとそうですね、そうですね、アドバイスをしたりこっちで代わりに構築を代行するみたいな、はい、これからも L ステップさんがどういうふうに進化させていくとよりいい可能性が多分ね、まだよく分かってないんですよ。でアプリの良さと LINE の良さ、 LINE のアプリの良さみたいなものってまた全然違っていて、実際僕が関わってる会社さんでも L ステップ導入しろよって言ったりとかしてるところもあって、実際、はい、導入してるところもあるんですよ。多分ほとんどの事業者さんはとりあえず LINE アット入れてみるかぐらいな、あ、そうなんですか、 LINE 公式アカウント入れてみるかぐらいな感じで終わってるところが多いんですよね。始めましたで終わってますね、大体。そう、 LINE アット始めましたで、そう、 LINE アット始めましたで終わってて、その LINE の活用の仕方とかまだよく分かってないんですよ、本当は。それってどうやったら分かってもらえるんですか、ね、まあもう本当しつこく言っていくしかないでしょうね。だからその L ステップコンサルタントがいるっていうのはすごく良くて、で L ステップコンサルタントを多分僕はその税理士さんとか、会計士さんとか、司法書士さんとか、そういうその地方とかも含めてですけど、そういう中小企業のお客さんを持ってるところに営業していくのが僕はいいと思いますね。実際これからそういった紙もなくしていかなきゃいけないっていう、まあ、DX にちょうどぴったりの提案ができそうな感じですね。そうそうそう、だからほとんどできてないんですよ、みんな、うん、DX が。でやっぱその例えば飲食店とかだったら、その来店促進ってすごい大事で、うん、で常連化をさせることが実はすごい大事なんですよね、飲食店とかだと。で飲食店大体、まあ、飲食店もそうだしテイクアウトとかそういう業態もそうだし、大体初回来店した人が2回目来店する確率って 10% ぐらいなんですね、でそれが 10% の中の人、まあ、要は2回目来店した人が3回目に来る確率はずっと上がって 40% に上がるんですよ。あ、2回来ちゃえばもうリピーターになる。そうそうそう、実際だから飲食店とかもそうなんですけど、店舗とこのテイクアウトみたいな両方こうやってるとこがやっぱり多いので、一回こうリスト化しておくと、まあそのテイクアウトの案内もできるし、まあ店舗に来てっていう案内もこう両方できるので、結構やっぱり一回リスト化してうまくいってるとこが多いですね。あのちゃんとやってるところはそうやって自分の顧客を自分のリスト化して、まあ余計なお金を使わずにその反則をしてるですよね。こういうのを使ってその DX 化を促進して自分の顧客をリピート客にするっていう、常連客にするっていう、しかもそれを全然手間かけずにやれるっていうのが多分ポイントなんですよね、はい、それが自動でできる。そう、あらかじめ組んでおいて、うん、まあ、そのお客さんの来店ペースに合わせて、配信するみたいなことができるので、うん、みんなにちゃんとお礼のメッセージとか、うん、あのクーポンを配るっていうのがみんな同じサービスを提供することができる、うんうん、結構やっぱその少子化でそもそも採用は今ね、うん、あの大変になってるから、そういった飲食店とか美容室とかそういったところの現場は人材が不足してるってことですよ、ね、だからもうめちゃくちゃそこは死活問題で、じゃあ彼らにそういった来店促進の作業をやらせられるかっていうと、それはもうオートマチックにそれができる仕組みを構築しないとダメですね。そうなんですよね、結局一人経営者もそうで、うんうん、結局もう忙しいからできないですよね。そうなるとやっぱり個人経営の、まあ、うん、飲食店とか、だからそこはだから DX 化できる部分は DX 化した方がいいんですよ、うん、だから工夫をすればまだまだ出てくると思います、うんうんうん、それこそ採用領域とかも結構最近だったらダイレクト採用みたいなことをあのやってるところも多くて、ダイレクト採用 LINE 広告で直接こうあの採用するっていう流れを結構作ってるところも、すごい、やりたい、はい、学生さんとかだったらメールもやっぱ LINE の方が結構いいので、それいいですね採用堀江さんもあのインターステラとかの採用とか、ロケットの会社の採用で、あ、そういうのも、うん、で例えばロケットの本とかロケットの講演とかした時にリストを取っておいて、うん、この本を読んだ人はロケットに関心がある人だから、その人にはロケットの会社の採用を送るとか、ビジネス書から来た人にはまあ、オープンイノベーション大学のLステップを支持しておきます支持してるシーンだ、はい、じゃあロケットの会社の採用をお願いします。いやこれは素晴らしい、堀江さんも使ってみたいなって思っていただきましたね。いや僕はだからもう僕が関連して投資してる会社とか、うんうんうん、つい使ってますから。そう、はい、実際その、 あのおすすめしてLステップを導入された方々からは結構いい成果が出てるみたいな声も上がってるんですか。そうですね、まあ、あの、まあ、逆にそれまで何もやってなかったようなところが、うん、なんかイベントをやったりとかするときの集客にはすごい役に立ってるっぽいですね。うん、森さんから見て結構 L ステップってもっとどんどん全員が当たり前に使っているものになっていくような可能性があるそうですね。これからマスに
浸透していくんじゃないですか、うん、コミュニケーション自体はもう自動化していくっていうことが当たり前になっていく、半自動化ですね、うんうんうん、まあ、要は僕はつまらない仕事をどんどん自動化すべきだっていうことをずっと前から言ってるんですけど、これね面白い話で、自分がやってる仕事がつまらない仕事でやらなくてもいいってことが分かんなかったんですよ、うん、だから僕がいつもなんかスーパーのレジ打ちなんかつまんなくてどうしようもない作業だよねみたいなことを言ったりとかして、いやレジ打ちの人に失礼だとかすごい言われたりとかしてたんですよね。ただまあもちろん一部そういうのが黙々とそういう作業をしているのが好きな人っていうのも一定数いるんですが、やっぱマジョリティはしたくないんですよ。多分なんか体感的に言うと10分の1ぐらいの人はそういう仕事をしたい、黙々と何かを LINE でこう働いていたいみたいな人もいるんです。確かにそれは能力的な問題だったりとか性格的な問題だったりとかするんだけど、残りの9割の人はやりたくないんですよ。そうです、ね、だけどやってたんです。なんでやってたと思うんですか。やるしかなかったから、うん、やるしかなかったっていうよりはそれ以外に仕事があることを知らなかったっていうか、そういうその楽しい仕事とか楽しい生活みたいなのがあるってことを知らなかったんですよ。でも最近知っちゃってるんですよ。確かになんかこう機械的にセグメント化して業務効率を上げますみたいな感じだと人の心がないように感じちゃうけど、実はそこに例えばそれこそ名前を入れたりとか、その人に一番最適なメッセージを届けたりってことができるから、よりこうファンを増やすって意味合いでも、そうなんです。だから全員にやった方がいいようなのは自動化して、はい、よりいいお客さんには質のいいコミュニケーション手段で質のいい接客をするっていう感じで、まあ最大化するってことですかね。じゃあ、 まあやりたくないことは全部 L ステップに任せつつ、本当にやるべきこと、本当に効果があることに注力できるようになっていく、うん、そういうことです。なるほど。じゃあそんな形でありがとうございました、はい、ありがとうございました。ドリエモバイル、格安スマホを超える携帯の LCC、 ドリエモバイルにいってらっしゃい。堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。皆さんの質問に対する答え、ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円、いってらっしゃい。雑談アプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということで、いってらっしゃい。